というわけで本日もやっていこうと思います。ちなみに現在のこの動画を撮ってる時刻、8月14日の午後4時6分、動画投稿まであと5時間しかありません。めちゃくちゃギリギリの中、めちゃくちゃギリギリの戦いをしております。で、ゲンガーブラッキー、ギンガーブラッキーマリルリかな。ギンガーブラッキーマリルリか、ルカリオグライオンマリルリ。あ、ボルトロスが来ないなら、いや、まあ、いや、ここで対戦よろしくお願いします。あ、僕、ギリギリを生きてるんでね、いつもギリギリ。ギリギリのギリギリの人生を常に歩んできた。学校を辞めて、学校から逃げて、友達からも逃げて、家族からも逃げる。ギリギリの人生を歩んできた僕にはもう全然こんなギリギリね、苦でもなんでもないっていうね。というわけでやっていこうと思います。はい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 。はいはいのはい。はいはいはいのはい。初手なんだろう。初手何？月光河じゃない。月光河か。まあ、月光河のね、玉垢はぐれやったら、耐えるんですけど、まあ、メガネだったら死ぬ。玉垢はだったら、まあ、おそらく耐える。どうしようかな。まあ、むしろ、ブラッキーいるし、ここはおとなしくブラッキーに下げるべきか。で、ブラッキーに下げたとして出てきたらめんどくさいのはウルガモスでしょ？いやー、ここゲンガーで一回突っ張ったがいいかなー。耐えるしなー。正直、耐えるしなー。ゲンガーは進化させとくことに意味があるから、一発強気に突っ張るか。一発ね。ひるむなよ。マジで。おい。わかってるよな。アクハ。相手でもブラッキーが絶対だるいはずだから、これなんだ？ラムっぽいな。火力アップアイテム持ってないでしょ、これ確実に。死ね！死ね！死なません。ここね、影打ち飛んでくるんで、ブラッキーで、華麗にかわしていきますよ。絶対影打ち飛んでくるから、ゴチゴチベッドで、月光は格殺。触れたわね。私に。死ぬわよ。死ね！死にましたね。ウルガモスもいると思うんですけど、ブラッキー切れないな、まだ。ウルガモスいったら速攻マリルリにバックしなきゃいけない。だギガドレインやったらもう罪罪の罪。もう一回待ってくるかな。超マイしてくるか、どうかわかんないんですけど。まあ、でも、下げるしかねえな。こうブラッキー、サダメキ打たれて普通にブラッキー、切られてマリルリでウルガモス処理してラス1がマリルリで処理できないポケモンだったら負けるから、さざめき、まあ、ここはとりあえず OK ですね。ギガドレはもうない前提で立ち回ってるので、まあ裏しないか。ここアクアジェット、ここアクアジェット打つ必要性も薄いな。裏が何かだな。叩き落とすか。叩き落とすでいいよな。ガルーラだったらブラッキー切ってガブリアス、これ勝ちやね。カチカチ山、カチカチの勝ち。じゃれつくでよかった。これとりあえず、畑を落として。タスキガブね。オッケー。ってことは、どういうルートで、ブラッ、釣られる可能性あるか。ブラッキーにウルガモスが合わせられると、合わせられるとする。いや、別に合わせられてもいいか、問題ないか。ここは、特に深く考えず、毒打ってラムだった、イカ様でいいよな。イカ様でなんか少しでもウルガモスの、ダメ削ったがいい気がする。シュッ！悪事圏内じゃねえな。まあ、でもブラッキーもいらないし、切り気味に動きます。オーバーヒーツ。豪華別脚！さようなら、ブラッキー。お疲れ。仮装。結構するぐらいだったら、じゃれつくでいいな。ポコ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 。耐えられてんじゃねえかよ。俺、急所でも耐えるよね。全然腹ない子でよかった。余裕すぎて笑った。腹太鼓でよかったじゃん、これ。負け筋は、ないはず。
消え去れ、ナイトメアシャドウ。はっ、今のガブリアスの鳴き声なんですけど、まあまあ上手くない。対戦ありがとうございました。ガンザンさん、対戦よろしくお願いします。とりあえずね、僕低レートなんで、ガン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 対戦してください。対戦よろしくお願いします。はい、ちょ、綾鷹を飲みつつね、綾鷹を飲みつつポケモン対戦の方もやっていこうと思います。とりあえずヒートロトム、ヒートロゲンガー悪くないね。なお、こいつがメガゲンガーだったら嬉しい。こいつがメガゲンガーの、メガじゃなかったらボルトチェンジからルカリオに繋いたいんだよな。ヒートロトムをここで失ったんだよ。ヒートロトムをここで失っちゃったらさ、ヒートロトムをここで失っちゃったら、オッケーオッケーオッケー、ボーマンダーいないのね。これめっちゃでかい、情報ワードがでかすぎて笑った。ヒートロトム失っちゃったら、ヘディル爆弾、雷光が後ろにいた時に詰むんですよね。あ、まあ、ふざけんなよ。こっち3割引いたんだからよ。君のゲンガーも3割引いて、当たり前だよね。当然の結果だと思ってるんですけど、どうでしょう。そりゃさ、こっちがまひったらさ、相手もまひります、まひりますよね。ボルトチン獣どうかな。いや、ここオーバーヒートでもゲンガー落としに行っていいか。焼き払え、豪華滅却、グレンの渦の中に消えろ。よし、ヒトムの毒らせられたの痛いな。ヒトムの HP 管理は大事にしなきゃと思ってたし、このパーティーでライコーが残飯持ってるってケースはあんまないと思うんだけどな。とりあえずゲンガー、ニンフィアか、誰だラスト。あ、瞑想タイプね、構いませんよ。隙間だけ積んでくれ。とヒートロトム死ぬ。まあ、いや、瞑想一隅敗北ぐらいやったら、マリノリ耐えるか。あんまルカリオから入りたくないんですよね。いや、ルカリオから入るわ。そもそも、ここでさ、打たなかったらさ、何のためにアイアンテール入れてんのかって話ですよね。何のためにアイアンテールのを入れてるのか。目の前のニックキポケモンを殺すため、目の前のニックキポケモンを殺すために、ぶっ殺すために決まってんだろ。消え去れ。よし、ラスト次第。あ、ワンダボーは絶対ないから、まあ、多分勝ったと思うけどな、ラストなんでも。まあ、メガネライコーが一番、負け筋としてはあれかなと思ったけど、武神ローブだったら勝ちでしょ。武神ローブ勝ちでしょ。まあ、これなんか、まひらせたから運勝ちみたいなのあるけど、結局ヒートロトムがあれ、まひらせてても、まひらせてなくても、まあ、ゲンガーとヒートロトムで1-1取られたとしても、後ろローブシンとインフィアだったら、マリロリとルカリオ詰めれたし、僕の勝ったで勝ちだったでしょ。あれは決して、運じゃないんでね。うん。そこちょっと理解しといてもらいたいなと。対戦ありがとうございました。ベイさん、対戦よろしくお願いします。さ、問題は、相手の方が、グライオンを見て、レバルダス、レバルガッサ、ネコの手、戦術を取ってくるのか否か。ただでもグライオンとマリルリ見といて、バンドリってね、出しにくいと思うんですよね。ボーバンダー、ボーバンダー来そうだけどな。ボーバンダー来ると思うんだけど、だブラッキーが欲しくて、でグライオンも欲しいでしょ。グライ、ブラッキー、まあ多分これね、バンドリにもだいぶ睨み聞かせれてるし、グライブラッキー、まあ、とりあえずグライオンからでいいや。グライブラッキー、ルカリオかな。対戦お願いします。めっちゃ元気がいい挨拶してる。めっちゃめっちゃ元気がいい。対戦よろしくお願いします。対戦ありがとうございました。はい、気持ちよく対戦を開始してね、気持ちよく対戦を終わりたいという気持ちがね、気持ちの現れです。これ身代わりされたらめんどくさいので。あ、でもなー、ボーワンドがグライオン相手に速攻、まあ、特殊だったらいるから、とりあえず一旦ブラッキーチェンジ。まあ、こうセミダックルが入られたらブラッキーどうせ2台しないんですけど、
ハイモだったら2発耐えそうだけどな。さすがにでもそのままシーブリボーバンドの火力を舐めてるか。ハイモ 2発耐えると思うんだけど、無理かな。あ、耐えますね。どうしようかな。交代してくるかな、これ。月の光して、あの、バンギラスが出てくるじゃないですか。そしたら、月の光の回復量下がるから、ちょっとだるいんですよね。いや、毒打つか。突っ込んできた。これは、交代するだろうと思って毒を打ったんですけど、これそのまま、ちまで止まっちゃった。そのままブラッキーが突破されるので、非常にミスプレイでしたね。そのまま死ぬでしょ。何の仕事もできずに朽ち果ててった。よし、とりあえず粘った。これポイ込みで受けれてないか思ったけど、あれ、これポイ込みでもしや受けきれてないか。まあまあやるやん、このグライオン羽一発跳ね。ハイモのダメージが152でしょ、今の。152から46。あ、デュース星に撃たれたらしんどいか。ルカリを出してバレット撃とうかな。トンボ撃って。いや、でもそれはないな。最後の最後でデュース星群撃たれそう。あ、回復152から157だから、むしろ回復してる。むしろ回復してるまである。マンダ下げる。バンギラスじゃね。で、これ冷凍ビーム撃たれる可能性があるから、ここは速攻グライオントンボ返りで逃げます。とりあえず HP をマックスまで回復したので、ここはトンボ返りやな。冷凍ビームだと思うんだよな。とりあえずここでグライオンとルカリオに一貫する技は打てないはずで、バンギに対してルカリオを合わせれば裏のポケモンが一匹確実に死ぬ。ただこれルカリオをラストがメタモンの可能性があるんですよね、ドリューズじゃなくて。オッケーオッケーオッケー。レイビーメタモンの可能性があるんですよ。あ、別にここ進化する必要ないな。進化するメリットが一切ない。適当に雑にこうやって今とか、そう、メガ進化する必要だ。ルカリオをメガ進化させときて、させといて抜いときたい相手がいないんで、まあ、ウォーワンダも最速前提立ち回ってるんで、ね、二つ腰も負担減らすためにドリューズか。だったら勝ちじゃないか。ドリューズだったら勝ちじゃないの。違うかな。あ、ここ研磨されるかな。グラインを見せてるしね。いや、ここ研磨してきそう。殴ろう。めっちゃ研磨してきそう。え、だって研磨してヘッド打っとけばボーンワンダでハイパーボイスって詰めれるでしょ。研磨、僕がドリューズが研磨して僕がグライオンと、だしドリューズでヘッド打つ。そしたら多分多大なダメージがグライオンに入るから、あとボーンワンダで詰めれるようになるから、ここめっちゃヘッド打ってきそう。ヘッドじゃなくて、あの、研磨してきそう。インフォ打ちました。なのでね、よし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 、タクガチマン完全にタクガチマン、くたまりやがれ。これは勝ったでしょ。え、これ羽とかあるかな。いや、ここでメガ進化しますけど、メガ進化するタイミング遅っ。音速を超えるパンチ。はっ！ここは自信にいいはず。何飛んできても耐えるから。流星耐えるでしょ。マンダの流星群は強い。あー、弱かったですね。これ急所でも耐えてたっぽいし。対戦ありがとうございました。ラルガンドさん、対戦よろしくお願いします。あ、これあれじゃん。ステロガブからの、
起点風鈴作って、マリでポンポコリンして、ボコボコのボコみたいなやつじゃないですか、これ。そういうやつだから、でも、スイ君もね、僕のパーティー結構出てくるんですよね。スイ君めちゃ重だから。でも、とりあえずマリルリーから入っておいていいかな。マリルリーから入っておいて、出し負けになるのが、まあ、下2体か。でも、ルカリオとかから入るのは、なんかガブリアスとかから来られた時の、来られた時の振動さが尋常じゃないから、とりあえずマリルリー、ルカリオ、ブラッキー。なんか、ボルトロースは、ブラッキーでどうにかしよう。ボルトロースは、ボルトロスはブラッキーでいや、ブラッキーいらないか。で、マリルリから入った場合、絶対にその、ガルーラのケアができるのが、唯一できるのがブラッキーしかない。いや、初手ブラッキーはありだな。ガブから入ってくるんであれば、結局、初手ブラッキーから入っといても、あんま変わんないし。初手ブラは、いや、ないな。マリルリ、ルカリオ、ブラッキーで。対戦お願いしまーす。はい。ボルトロス、最悪。気合い黙ったら負け。ふざけんなよー痛いよー。もう無理だこれ。無理だ。初手気合い黙は、やばい。初手気合い玉はねえわ。ちょっと待って。かわせ。あ、タマジューマンは、タマジューマンで乱数で死ぬんですよね、ルカリオって。で、相手これ普通にタマジューマンでいいんですけど、裏マリロリとか、ガブイルな。ここタマジューマン打って、普通に裏の5つ目とか、気合い玉打ってこねえかな。調子乗って気合い玉打ってきて、かわせ。リンジャー、まあ、確かにリンジャーは賢いな。まあ、痺れたら負けだけどね。まあ、まだあるな。とりあえず、冷凍パンチで落ちる。ガルーラいたらもう負け。ガルーラいたら、でもルカリオ仕事できる相手いないな。マリルリ。ラスト誰だ？とりあえず、マリルリのじゃれつくぐらいだったら、一発耐えるんで、もうここ信じるしかねえな。動いてアイアンテール当てろ。外せ。ちぇー、とりあえず A ダウンすんなよ。それ最前提。ペーン、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 ペーン。いや、まだあるな。ジェットかな、ここ。まあ、ジェットですよね。じゃれつく2発打つぐらいだったら、どうせ HP は取っとかないと裏のポケモンに勝てないわけだし、もうここじゃれつくかわす前提で対抗するしかねえな。お願い、かわして。かわして。かわして、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 お願い。当たる。ジェット、ちょっと待って。あ、ジェット耐えるでしょ、こんだけ HP あれば。頼む、お願い。で、裏、ごつめ持ちじゃない。裏、ごつめ持ちは NG。耐えろー！ずラスト誰？で、風鈴ぐらいしか、勝てる風鈴ぐらいしか勝てねえ動画でしたけど、勝てる対戦ありがとうございました。小さめさん、対戦よろしくお願いします。このレート帯は割とサクサク勝てるな。とりあえずグライオン。いや、これは、ルカリオ、いや、キノガスが来ないなら、ルカリオ、マリルリ、なんだろうな。ルカリオ、マリルリ、ヒードロドムとかで選出したいんですけど、キノガスさ、ルカリオから入ろうかな。いや、ルカリオ、グライオン、ブラッキーは、あり。ルカリオ、グライオン、ブラッキーは、ありだな。いや、グライ、ブラッキー、ルカリオ。いや、場所は重いな。絶対やっぱマリルリは、マリルリを挟まなきゃダメだから。で、そう考えると、いやー、スイ君舐めすぎダメだ。ちょっと待って。難しすぎ、バロタ。あ、とりあえず、
え、待って、これ選出難しすぎ、バロタ。グライーン、ルカリオ、マリルリー。いや、でも、ギャ、ル、こうやな。うん。やっぱ勝つポケモン、ガブリア最悪じゃねえかよ。研磨が一番だるいな。これ研磨されたらさ、崩壊しかねないんだけど。あ、でもおとなしくとりあえず一旦グライチェンジ。だガブリアスがこれ助け持ってる可能性ってめちゃくちゃ低いんですよね。その気のガッサが多分このパーティーだったら気のガッサの方が助け持ってる可能性高そうだから。だったらなんかでも書店出てくるガブでしょ。スカーフを書店出すか。相手考えてるしな。なんか強気にもレイトバンチとか言って突っ込むべきだったかな。言わんこっちゃないですね。で、言わんこっちゃねえ。トンボで相手キック。うん。これ激鱗とサメ穴舐め分耐えてくれたら美味しいんだけどな。これサメ穴舐め分耐えるか。グライオンにはまだクッションとして、生きといてほしいというか。よしよしよし。とりあえず激鱗で固定 C の、マリルリらしいの。いや待ってよ、ここ太鼓ありだな。ここ太鼓叩くか、もはや。もはやここ太鼓叩こう。いや、ここジャレ打ったらさ、その裏から最速ガルーラが出てきたときに、僕のルカリオメガ進化しないから全員崩壊するんですよね。とりあえずガブは絶対にこんなに傷つくときは腹大覚悟で死ぬから。で、これでマリルリ相手止めれるのが、まあ、キノガッサがいたら確実にキノガッサ出てきますね。まあ、キノガッサが出てきたら考える。スイ君馬車じゃん、ラスト。勝った勝った勝った。スイ君なら別にここマリで突っ張っ、これ火傷したらどうしようかな。火傷しねえだろ。僕のマリルリー最強だからな。すげえ自覚あるから。イエーアクアジェットでぶっ飛ばしやるぜ。よっしゃ。今日やたらハラライコマリルリーが強い日だな。対戦ありがとうございました。